こは来たことあるでしょ。ああ、レナが泊まってた旅館の空き部屋で待たせてもらった。そこではトランプしてたっけ。その子はもういいだろ。だがもうめんどくせえ。お前に付き合うのはここまでだ。いや、イチカ、先日学校の廊下で会ったミクの正体もお前で間違いないな。あれは私じゃ。なぜ俺にあんな嘘をついた。さっきの話、風太郎君は知ってるんじゃない。6年前のその子が私たち5人の誰かだって。6年前に会ってるんだよ。嘘じゃないよ、信じて。嘘なんだな、今のお前を信じられない。風太郎君、ごめんね。昨日は言い過ぎた。すまん。私すっごく悲しかったんだよ。なんてね、全部嘘だよ。え？全部